はい、筋肉エプロンです。今日もスイヤンキレット弁当を作っていきましょう。今日はですね、すき焼き風炊き込みご飯というものを作ってみます。皆さんご存知の通り、すき焼きっていうのは牛肉でやるもんなんで、今回ばかりは牛肉を使おうかと思ったんですけど、せっかく今まで無理やりにでも鶏胸肉を貫いてきたのに、お前はほんまにそれでええんかということを5000万回ぐらい自問自答したところ、冷蔵庫から取り出されたのはいつものように鶏胸肉ちゃんでした。僕はもう鶏胸肉に取り憑かれてて、一生この呪縛からはもう解き放たれないと思うので、シンプルに美味しく作りたいっていう人は普通に牛肉とか豚肉とかに置き換えて作ってみてほしいです。はい、で調味料入れたら材料入れていくんですけど、まずは椎茸ですね。乾燥椎茸でも生でもどっちでも大丈夫です。で、適当に切ったネギと定番の鶏胸肉ちゃんです。この時点では椎茸とネギですき焼きっぽいけど、鶏胸肉で全然すき焼きっぽくないっていう何とも言えない見た目なんですけど、まあ、一旦炊飯してみます。ということで炊飯です。いってらっしゃい。炊飯後。はい、おかえりなさい。ということでこんな感じです。どうでしょうか、結構炊けたらすき焼きっぽくなったんじゃないですか。いつもは鶏胸肉をもう粉々になるまで処刑してるんですけど、今回はざっくり切るような感じで止めときました。で、最後に脂質としてごま油を追加してかき混ぜたら完成になります。実際すき焼きっぽくなったのかっていうところをお話ししておくと、普段から薄味を食べてる人とかやとすき焼きっぽいなってなると思うんですけど、昨日ちょうどすき家ですき焼き風牛丼っていうものを食べてですね、まあそれと比べるとおーんって感じですね。まあ正直に申し上げまくりますと、今までで一番微妙でした。感覚で言うと100メートル走で50メートル開けられてゴールしたみたいな感じですね。ということで、すき焼き風炊き込みご飯完成になります。よかったら参考にしないでください。ご視聴でした。